花組です。花組の特徴は次々変わるフォーメーションと魅力的な振り付けです。子どもから大人まで大家族のように和気あいあい活動しています。今年も楽しく演舞させていただきます。よろしくお願いします。はい、もう和気あいあいですよね。はい、もう和気あいあいです。サンドイッチマン絡みでよく登場する方もいらっしゃるんですよね。そうなんです、あんま詳しくは言いません。さあ、それでは参りましょう。仙台花組の皆さんでございます。どうぞ。仙台花組の皆さん